じゃん。では本日は皆様ありがとうございました。ここで一つご報告がございまして、直に言うと標識が変わりました。サイトも変わりました。午前はですね、古い方の標識、まあ、通称標識ローっていうのを使っとったんでございますが、先生が勝手に名付けただけでございます。まあ、愛着があるっていうことでございますが、こやつは小道具も一つ一つを大事にするけど、で午前で、そやつの引退演舞をさせていただいたんでございますがの、これからはこちら二代目表紙郎を使わせていただきます。表紙郎アクションじゃん。二代目表紙郎でございますね。今後ともご愛嬌お願いいたします。以上でございました。最後の締めまでやっちゃってくれんかな。それではですの、この後今緊張しとるから、また写真撮影などおもてなしもございますでの、皆さんもうちょっと待っててくださいませの。では後ほどありがとうございました。あれ、またのさらばじゃ、またのさらばじゃ。最後に我々のこの、新しくなったマイクな、今ちょっと親方様の声でわしの集中力がいい。もう一回言ってくれ。おう、うん、ああなるほどな。わしらもな、去年の11月から0歳ってこと。違う、だから城で過ごす冬っていうのが始まる。ああなるほど、めんどくさいやつやもん。そうじゃな。ただのわしらどうやってこの冬生き抜いたか、現代には便利なものでな、北海道というものがあるじゃん。ああいうものを懐に忍ばしたり、足の裏に貼ってみたり、こういう手のポーズをギュッと入れてみたりとか、いろいろ試した。だけれどもわしら実は去年の12月31日の大晦日、すぐそこの西南住屋蔵前でステージが組まれておって、年越しイベントでのを行った。そうやそうじゃ、まあ、見事にその年、ちょうど年が明けて名古屋開府400年じゃということで、わしら演舞をやったんだけれども、実はその際に暴風吹ということで、神笠の傘に雪は積もるわ、わしの兜の毛に雪が張ってくわということで、まあ、みなみながガクガクしながら、ただこれわしらはの特に旅ということで非常に足が冷えるという行為。まああれや、すごい機会だね。冬の声方っていうのはの冬の声方っていうのはこれ、まあ人それぞれだけれども、まあ、夏よりは多分マシだと思うな。でもあれ夏は脱ぐ限度があるけど、まだまだ思い返せばあれやな、みんな寒いってなった時わしの懐にしとったな。いや、そんなことないんだよ。ないらしい。わしやった、あ、夢か、あ、梅雨とやらない。何話のことも夢のまた夢。みんな河原版持っとるかね。持ってない、持ってない。親方様じきじきに河原版をくださるということじゃね。持っとらんかね、河原版。わけがわからんって。ワットの上に陣羽織るわけがわからんって。今日は寒いでなぁ、寒いでなぁ、あーそんな朝の方が寒いでなぁ、あーよきたよきた、よきたなぁ。ここが一番寒いと思ってよ。寒かろうって言い方が聞こえる。寒ございますなぁとか言い方が寒かろうって。さあではわしらに他に質問があるもの手挙げて。あ、よし。そう、演舞の前に皆さんで円陣組んでるって言われてたんですけど、それ以外で個人個人でやられてる験担ぎみたいなのがあるんですよ。まがんな。戦の前の験担ぎってやつやな。わしらはそういう縁起を担ぐっていうのは昔から用意しとるでな。そうだな。最近はのなんだろうな。寒いなぁ。わしサイドハゲたでなぁ。髪の毛ないでなぁ、邪魔。
しわし可愛いっていうか、なんだったっけ、寒かろう、あろう、なんかみたいだな。お城を走っとったら、こやつの一押しの今日のボケはな、廊下を走るでにゃーって、廊下を走るでにゃーって誰も笑ってたのに5回くらい言ったな。一度見てくれた。じゃあわしは最初にするか。わし瓦版配るという大事な仕事があるから。ええか、みんな瓦版は持っとるね。もらってない人いない？あ、おったね。あ、そうかそうかそうか。あ、わしが汚くなっとるから。嬉しいけどスリッパに使ったら汚くなっとる。はい、なんや。わしは演舞前やっとること、うん、演舞前やっとることか。演舞前にやってることは、ああ、なんかちょっと思い当たるけどちょっと恥ずかしいな。でもな、結構な、なんかしらこう行動だったりなんだったりっていうのがあるかもしれんけど、わしは結構自分に対してのこう自分ができる、自分ができる、まず言い聞かせた後に、わしは演舞の際、これあまりわからんかもしれんけどもな、実は今日演舞見たよっていう人、あ、見たか。演舞の際に最初三英傑がみんなにこうやって背中を向けて立っとるな。でその両サイドに清正とわしが立っておるんだから、でわしはその時に目を閉じて、実はブツ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 なんか言っとるぞ。そのブツブツ言っとるのが、実はずっと自分の名前をな、前田又左衛門尉としえ、前田又左衛門尉としえと言い続けることによって、こうなんじゃろうな、そこに全てこう気を持っていくことができる。いうところで、わしはそれを一番必ず行う。これはどこで、例えば名古屋城じゃのうても、別のところに行っても、これは毎回やっておると、いうこともあって、ただ目の前にそういう時間がないというときは、まあ、わしの名前を唱えとってもいいんだよ。あと豊臣秀吉だ。いや、ちょっと言いづらいけど。前田又左衛門の城としげ。みんなも言ってみ。せーの。前田又左衛門の城としげ。宗教かと思う。完成。じゃあ、私はそうやって自分の名前をこう言うというところで集中力を高める。私は自信がないでやってけんでな、やられてます。ただやっぱみんなで組むエンジンっていうのは非常にこう気持ちも高まるし、まあ、集中できるしな。ただ、まあ、面白い時もあれば、集中して本当にやらなきゃんなっていう時もあれば、多種多様な、俺メンバーによってはグダグダなエンジンだけど、まあ、おそらく家康刑事清正になったら、ああもうダメ。おそらくエンジンでのって何や、何角形になった。カクカクみたいな。ちょうどあれだったな、ポートメッセージというところで、わしと親方様と秀吉という、うん、この3人が珍しい組み合わせで、その際城がその南角形かの3人だったということ。もし見た方おるかもしれんけれども、まあフリートークは多分やらせたらあかん。誰がどう締めるのかもわからんし、誰が引っ張っていくかもわからんじゃん。多分立場的には徳川殿が引っ張るのが3人だけどな。徳川殿はちょっと、まあ勝負やでな、あれ、ああ見えて、まあ、ああ見えて、そうじゃん。今唐突に思ったんだけれども、秀吉がたくさん、まあ、名前を変えてきたということはみんな知っとるかもしれないな。木下藤吉郎、橋場秀吉、豊臣秀吉、山田それはあれ、市役所とかなんかで書くわけやったそういうことじゃない。何の話だったっけ。それ木下藤吉郎、木下秀吉、橋場秀吉、豊臣秀吉だけれども、まあまあ、豊臣秀吉が な藤原とか平野とかいろいろやったんだな。ただ豊臣秀吉というのがフルネームというわけではなくて、羽柴豊臣秀吉というのが、まあ、実際の本名であった。晩年までずっと羽柴を実は名乗り続けておったけれども、豊臣をもらったという事実があることから豊臣秀吉というふうに略されている。またわしも、まあ、殿下とはずっとお友達であったということで、晩年の頃には羽柴利家、または豊臣利家というふうに名乗っておったということなので、まあわしがその気になれば演舞でわしがの豊臣利家じゃということもできるということなんだ。だってもしいつかどこかでわしが気が向いたら言うかもしれない。ただ多分1回ぐらいしか言わんから、この回に出会えたとしては非常に幸運だ。しかし初めて見たもんは全く意味がわからない。あいつって思うかも。間違えてんぜあいつ。名前っていうのはそういうもんや。そうだな。
終了。まあ時間が似合いですか。そうじゃな。もう4時、5時だ。まあそろそろな、日もちょうど落ちてきて急激に冷えてくるということで、南でも風が吹かんようには若干の鼻声になっとるということで、南さんと体には気をつけて、今日は気をつけて帰ってくださいという感じだな。皆さん終盤あったか。はーい。では明日は明日は名古屋城に、和紙と達蔵かな。そうじゃな、達かな。そうじゃ、そうじゃ、が名古屋城におるということで、また時間がある方はぜひ遊びに来たってちょうという感じじゃな、ね、よし、では参るか。そうじゃな。では品の者さらばじゃ。人に込みうどん食べたことないんだ。唐突。わしな、陶器を取るのが必要なんだ。あ、ありがとうございます。じゃあ、そちらのパーティーを進めたってどう。栄養をつけて、また明日から頑張るんじゃ。それも明日は退治いたす。あらばじゃ。えい、えい、おー。